どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。今回は、太陽の石の続きですね。やっていきたいなと思います。ちょっと先に他のクエストしてしまったんで、ね、とりあえず、進めていきますか。さあ、フィリパが向かってるんだよね。で、マップがそもそも、上の方で、ここだったら、行けるわけではないと。入り江から行く感じなんだよね。なんで、船で、ぐるーって回って向かおうかなと、思います。多分、こうか。だね、村の中通れたよね。ずーって、うん、行けるね。よしよし。まあ、多分時間かかるんでね。さあ、フィリパもね、結構何考えてんかわかんないんで、悩みもんですけどね。じゃあ、フィリパの元へ行きますか。さあ、目的地が見えてきましたね。古代の地下墓地と、ああ、ちゃんとマーカーもつくね。さあ、エルフの遺跡でフィリパと会うということで。この奥に入っていきますか。特には何もなさげかな。ロングルーなんか使えるかな。うん、特にはなし。まあ、いいじゃない。ちょっとこれを見て。そう、ビルジ・フォルツみたいに新しい眼球を作り出すつもりなのか。奴にとどめを刺した瞬間のことはまだ覚えてる。培養がまだ途中だったせいで眼球がまだ形を成してなくてな。ひどい見た目だった。あの変人のことを話してるのは偶然よね。もちろん目の見えない金持ちドワーフの話も聞いたことがあるぞ。そいつは眼球の穴に大きなルビーを入れた。何も見えはしなかったが味のある見た目になったそうだ。まあ目の見えないことへの皮肉やね。さあ、オレンが大量に見つかるのは、なんか意味があるのか。まあ、そっか、盗賊が来てっていう感じだろうね。勇気か。で、終わり。勇気が出るよね、やっぱ洞窟になるとね。まあ、ぐるって回って落ち合うか。こっちは特にアイテムなしだね。お宝はなしと。さあ、フィリパがね、戦い援助してくれるのかどうかちょっと気になるけど。特になしか。聞いたか。で、ぐるっと回ってくる感じか。ターゲットは狙えない。モルいるけどね、そこね。好みじゃない。おお、デンジバッカ。22で燃やして防御力低下。さあ、おはい、終わり。ドラウナのやつが持ってくる。このゴミの中でウロウロするつもりじゃないよ。目的があってここに来た。あ、力の場。
さあスキルゲージ。さあウィッチャーの力使って、あ、イグニの引力アップやね。いや通路が通れるようになるだけか。アーだよね。あ、違う。ハードで通れるようになってない。まあいっか。聖母っぽいのがあって、さてどうやってあの上に。階段で上がるのよ、今直すから。ほう、階段直すね。いいわよ、行こう。あなたとイエネファーとトリスの間のピリピリした空気が気になるわ。シリもきっと気まずいわよ。確かにね。あなたたち周りからどう見えてるか分かってないでしょう。トリスはシリに対してお姉さんぶりながらあなたと寝る機会を伺ってる。あなたとイエネファーは父親と母親を演じて。そう、罠部屋か。エルフの鍵。ちょっと待って待って待って。この操作性の悪さで。こっちか。うん、この操作性の悪さでそれはきついな。あとはこうだね。ほい、ま、探索しながらのんびりといきますか。今のは防具だけか。21、低いね。うい、よしよし。やばそうだな。そうだな。さ、出血が効いてるね、いい感じにね。炎だけじゃなくて今出血効果の適用にしてるから強いな。出血爆発はいいな。いい、はい、終わりで、レアアイテムは宝がいくつかという感じかな。うん、そんなもんだね。まあ経験値もならないけど、素材だけもらえたと思えばラッキーか。さて戻って、そういえばなんか何個か防具手に入ってたね。さすがに靴2つはいらないが、10上がる。うん、上がる分にはいいね。申し訳ないが、もう俺の寝室のベッドに空きはなくてね。そういう話やったかな。
どうする。やっぱ防御力が高いな。あ、いや、これはそのまま弾いて。後ろを取ればね、それなり削れるから、えいっ、いけ。あ、意外とゴーレムのあれが出てこないんだ。そうか。さ、お宝を、ナーバ。いや、そんなナーブで C で、20、あ、悪くはなかったけどちょっと弱いか。あ、面白そうなものはないね。まあ結構一方通行な、それはそれで楽だな。ウィッチャー、何でしょう。これを見て。今度は何だ。何でも私がやらなきゃダメなんだから。支払いを待っている番人が見えるでしょ。小銭も持ってない。お金じゃなくて血で払うの。伝説のエルフフィアランの番人じゃない。あなた本を読まないの。ほう、どういった仕掛け。まあゲラルドからしたら自分の血を使わなくてよかったな。助かるけどね。女魔術師会の安全を保証するなんてどんな取引をしたのでしょうね。あなたの取り分は。随分と唐突だな。普通はまず、ねえゲラルト、疲れたから座って話さないとか言うもんだろ。前儀に時間をかけるタイプ。そこの話か。さあ、そうだね。ユニファーから直接聞き出せ。聞くんだな。まだ何か話してないことがあるのは確かだ。彼女は我が道を行くタイプなの。なのに女魔術師会のことを考えてくれるなんて。信用してないのか。ワイルドハントを倒したらどこか安全な場所に避難しろ。レダニアなら歓迎してくれるそうだぞ。ズーグルの口に頭を突っ込む方がマシ。悪いけど他に計画があるの。皇帝の下で働けるの嬉しくないのか。皇帝の下で働けるんだぞ。楽しみじゃないか。ちっとも。いえ、そうね、楽しみだわ。女魔術師会は弱い君主にばかりついてきた。それが間違いだったのよ。つまりエムヒルが魔術師たちを管理することには賛成なのか。イェネファーがあなたを政治から遠ざけたのは正解ね。それじゃあ嵐の中にいても風向きすら読めないわ。さあ、エムヒルとの取引は魔術師会、女魔術師会だけの問題だ。エムヒルとの取引は女魔術師たちの問題だろう。俺に聞かないでくれ。何も聞いていないのね。ならあなた個人の計画は。彼女何か言ってなかった。若くて有望な女帝の隣で相談役の役職をくれるとか。シリに近寄るなよ。あの子はもう大人よ。もう自分のことは自分で決めさせなさい。先を急ぐわよ。そうだね。そろそろシリの人生にとやかく言うのはやめる時期じゃない。そうは思わん。でも人と狼の群れは違う。剣だけじゃあの子を守れない。いや、追い払おう。必要な時が来ればな。まあフィルパが言ってることは間違ってはないかな。実際シルも一人として
考えてそうなところだと思うけどね。どうした、来い。にゃー、きついきついきつい。いやーって、うん。痛いね。おい、勇気はね、普通の編集で強いよね。さ、意外とフィリパーはついてきてくれないんで。はあ、エルフ鋼の剣と、こっちワイルドハントね。どんだけワイルドハントの剣を落ちてるのか。メルティス、弱いね。ワイルドハントも弱いね。23レベル、まあそんな強くはないか。さあフィリパに合流しよう。まあフィルパの方がやっぱ分かってる気がするね。待て、何かあるわ。分かる。いや、メダルに反応は。役立たずなおもちゃ、笑わせないでよ。エルフの魔法ってのはね、悪臭を放つ化け物よりも見つけるのが難しいのよ。見てて、アラハンルーマー。太陽の石は本当にここにあるのね。バカみたいに伝ってないで鏡を動かすのよ。ほう、あれか、太陽の石。マジか。さあ鏡映す、動かしますかね。まあ設計図も手に入るしね。で、もう一回すると戻るだけだろうね。あ、やっぱ戻るだけ。ってなると、ちょっと地道な作業になりそうだね、これはね。さ、そこにはこう行ってこうでしょ。で、これを、あ、おぶな。あ、勇気はクリティカルっていうか出血はするっぽいね。よし、終わり。いきなり出てきたな。で、当たってるね。とりあえずこの角度でも、いや、角度を変えて、一応上には向いてるか。そこだね、問題は。こっからじゃいけないから、ぐるっと回る感じか。また勇気出てくるんだろうな、この感じだとね。ああ、これはぐるっと回って戻ってくるだけか。全部上に向けたいんだろうなとは思うんだけど。
いな、そのやつは。おり、おり。まだまだ甘いね。そう。おー、そういうことね。タンタンタン、あーはあ。そういう動きだったか。お、雷光が。いいのが手に入ったね。高級。硬化時間が伸びると信じて。そうなると。はあ、そっから行かないとダメか。じゃあ、下、相手も落ちてないかな。あ、意外とこっちからでも行けるのね。もう早っ、もうさっき来てるし。ついにこの手に。渡せ、ここから出るぞ。慌てないで、話したいことがあるわ。当ててやろうか。お前にとって太陽の石が重要で、自分が持つべきだというつもりだな。あとはフクロウに姿を変えて飛んで逃げるのか。よくそんなバカらしいことを思いつくわね。シリの安全が何より重要なのに。私はただ私の未来の話がしたいだけ。ノザイルの空気のいい山の方、中がおすすめだ。お前らしたら皇帝が考えてるはずだ。心配するな、皇帝がちゃんと考えてくれてるぞ。茶化さないで、真面目に聞いて。ワイルドハントを倒してシリの身の安全が確保されたら、宮廷でのイエネファーの出世街道もそこまでよ。もちろん私は大歓迎。女魔術師会の決定権は私が持つことになるもの。なぜそんな話をするんだ。どうせあなたのことだから。ワイルドハントを倒したらシリと一緒にこっそり姿をくらますつもりなんでしょう。違う？とってもロマンチックだけど、あの子の人生を奪う代わりにイェネファーを連れて行くのはどうかしら。イェネファーの代わりに皇帝に近づくつもりか。イェネファーの代わりに皇帝に近づくつもりだな。シリにもね。わかるでしょ、それは避けられないことよ。その時にイェネファーが近くにいると困るの。地下牢に彼女を閉じ込めておくのは費用がかかるもの。誤解も招くしね。まあとりあえず自分がっていうところね。魔術師会でも権力持ちたいっていうところか。まあで皇帝、女帝候補のシリをたぶらかしたいというのと、それで信頼度が高いイエネファーは邪魔と。どっちにしても邪魔ってとこやね。話は終わりか、戻るぞ。何かあるか、もう帰るぞ。帰ればいいわ、やることがあるでしょうから。私は自分で帰れるし。まあやっぱり食えんやつやな。さあということで、取り残されたんで出ていきますか。まあもともとね、その助けてくれる感じではなかったからね。なのに燃えるっていうね。痛いね。いやー、いい感じに取ってくるね、隙間を。さ、さらに上かな。また勇気出てくるでしょ、この感じだと。
や、意外と来ない。さあ、さて、ふい、ジャンプして、さあ、と、もう一回。いやー、だいぶ登ってきたね。ほい。あ、やっぱそろそろまた来たね。意外といいレベル。アクシーはどうだ。いや、防御力高えなぁ。2発でカウンターが来る。いや、なかなかこいつは強いぞ。スタミナが切れてうちを削りたいが、違う、単純に銀使ってなかった。はい、終わり。いや、鋼あったかで、まあ、こっちはあれだね。いや、これはいいかな。最初のルートだ。あ、戦闘になるとね。はい、痛い。そう、2発だね。まあ、アドレナリン溜まったのはありがたいね。おお、ウィッチスレイヤー。まあ、設計図はそれなりに手に入ったか。これは戻れてるのか。いや、戻れてるね、意外と。はい、終わり。なんかある？やっぱあるね。さあ、大量にゲッチュ。すべてで OK かな。ああ、吸血恐竜高級来たか。ドワーフの剣も来たね。踊る星、ああ一番いいの来た。最上級やね。いや、正しくは伝説級がダウンロードであるのか。怪物に支配された地域、今出てきたばっかしなんだけど、これはどこだ。ああ、ミスの州に。ああ、こっちファストトラベルできたけどね。ここあったかなあ。ローチでこっち行くか。ちなみにローセンテイマー最高級。ああ、強いの来たね。はハガネはそんな大したことはないって感じか。ヒッチハンター、マハカムのズボン。さあ、
ロッチ、帰ろう。まあ、お宝見つかったからよしとしますか。こっから大変やけどな、帰るの。意外と近かった。ハートスケリックローネ、ないかな。俺たちは見張っているからな。あ、あったあった。あらあら、まあ、よそ者は歓迎されないぞ。まあまあ、そんな怒らず。マーカーはここら辺でぐるっと回って、こっちに来て見ていきな。なんや。あ、でも武器売れんからな。さあ、どんな種物ある。200か。そもそも持ってないか、あんまり売れないっていうね。30は少ないね。あ、読んだ、すでに読んでるね。300円か、あ、まあ、いいや。じゃあな。そう、ファストトラベルのポイントが増えるのはね、助かるんだよね、これは。さ、飛んじゃいましょう。さ、戻ってきました。多分ね、そろそろ戦闘が始まるんじゃないかなと思ってるんだけど。いや、なんか話したら一気にちょっと進みそうなんで、ちょっとね、商人、職人、なので意外とね、似ないのよ。鎧職人の作業台はあるけど、なんかないかな、売れる場所。よし、じゃあちょっと整えてきてから戻ってきたいなと思います。さあ、戻ってきました。とりあえず、まあ、防具とか作ろうかなとかいろいろ思ってたんだけど、そんなにね作れそうなものがなかったんで、銀の剣をなくもの、に変えて、まあ、今作れる最高のやつだね、レベルが的にもね。こちらをやっを使って次回やっていこうかなと思います。いや、結構ね、装備が作れるの限りがあったんで、でしかもこの先のクエスト戦闘準備を終わらせてしまうと、そのまま次のクエストに入ってしまうらしいんで、まあ、次回はこの続きから、報告からかなっていう感じにしたいなと思います。まあね、そのままだとキレも悪いんで、心当たりで止めようかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、もうね、ほぼ最後というところまで来ましたね。さあ、ついに決着をつけることができるのか、ちょっとそのあたりは楽しみにしたいなと思いますが、また次回お会いできればと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。